プロ騎士様、先ほど私とリナでビルの出入り口をいくつか偵察してまいりました。反乱軍たちは未だ警戒を続けており、立ち去る気配はありません。どうやら彼らまだ任務が終わっていないから撤退はできないようだ。まさに。ですが、周辺を警備していた隊員と連絡が取れなくなったことで、向こうも警戒を強めているに違いありません。彼らとの正面衝突は避けられないようですね。可能な限り短時間で敵の防衛ラインを突破し、レイン様を助け出さねばなりません。レインのことは頼んだよ。マスター、良い知らせをお伝えします。たった今ビルを飲み込んでいるホローのデータ分析が完了しました。ビル内の熱源をリアルタイムで検知できます。その言葉を待ってたんだ、フェアリー。よくやった。みんな、プロ騎士様をお守りください。出発です。マスター、付近に生命体の熱源反応です。警備兵かな。レインの手がかりを持ってるかも。通路には彼らがひしめき合っていますわね。新聞があります。マスターがご就寝の電子ゲームにはアイテムを使って隠された手がかりを得る手法がよく用いられていますね。Thank you.
皆様お気をつけください。前方に敵がいます。この扉は鍵がいるみたい。探してみよう。なんか音がしたような。任せてライカン。アトリウムの奴らだ。奴らを威嚇だ。計画を突っ潰されてたまるか。おのおの方、抵抗をやめ降伏してください。安心してください。リナ、代わるよ。承知しました。何だ。やいや、隠れて。じゃあね。はっ、そりゃっ。支援いたします。任せてライカン。めんどい。ただいま。お使いいたします。どうぞ。準備できますか。どいて。面倒。押し流されろ。お二人とも、そんなに急いでどちらへ行かれるのですか？ぶっ倒りろ！倒りろ！倒りろ！ライカさん、お掃除は終わりましたが、レインさんは見つかりませんでした。どうやらただの増票だったようです。人質がいるとしたら隊長のところでしょう。ライカンさん、戦闘員が持ってたこれ何だろう。何かの送信機みたいだ。ご名答です。そちらは G03 型多周波数信号送信機、軍用のとても高出力なものでございます。適切なマルチメディア機器と併用すれば、諜報員が高度なセキュリティシステムを突破する助けになります。ライカンさん、すごいことを知ってるな。普段どんな仕事をしてるんだい？物騒がせで申し訳ありません。
かような知識は家事代行スタッフにとって極めてありふれたものでございます。そうなのかい？けど少なくとも確定したな。奴らがレインを誘拐したのはハッキングができる人間を狙ったからだと。ねえ、こんなのあったけど。これは司法府の専用飛行船じゃないか。時間とルートが記されたフライトスケジュールに統合制御システムのハードウェア構成図まで。マスター、ビリーから着信です。つなぎます。て、店長か？まずいぜ。飛行船が大変なことになってる。リー、落ち着いてくれ。飛行船で何が起きたんだ？実は10分ちょい前、パールマンが守衛にスーツケースを開けて中を確認したいって言い出したんだ。ところが、奴がケースを開けた途端、中から煙が吹き出してきやがったよ。操縦士を含め飛行船にいる全員が気を失っちまった。俺は吸気システムが故障してたから難を逃れたが。なんだって？それなら今は誰が飛行船を動かしているんだ？今んとこ自動操縦になってる。しばらくの間墜落の心配はなさそうだ。けどよ店長、俺気づいちまったんだ。どうやらこの飛行船、航路設定が改ざんされてやがる。今こいつはバレーツインズのあるホローに向かって飛んでるんだ。あと少しで俺ら全員ホローの中に突っ込んじまうぞ。店長どうすりゃいい？通報した方がいいか？信じてもらえっかな、これ。ビリー様のお話しされた通りなら、飛行船が航路を外れてからしばらく経っています。ですが外部に動きがあるようには見えません。どうやらレインの仕業のようだ。飛行船の制御を乗っ取りつつ信号を偽造して正常に飛んでいるように見せかけている。なあなあ店長たち、どういうことだ？なんでレインがここで出てくんだよ。ビリー様、手短に申し上げます。レイン様は反乱軍によって誘拐されました。彼らはレイン様を利用し、あなた方の飛行船を掌握しています。なんだって？待ってくれ、本当にレインの仕業なら治安局ごときじゃどうにもならねえぜ。俺らもうおしまいなのか？虎の首から鈴を外せるのはそれをつけた人だけだ。この状況を何とかできるのはレインしかいない。プロ騎士様のおっしゃる通りです。ミリー様、ビクトリア火星は現在プロ騎士様と共にレイン様を救出すべくバレーツインズにいます。レイン様を速やかに取り戻すことができれば飛行船の結末は変えられるやもしれません。
ライカンさんよ、それは本当か？店長もマジで信じていいんだな？ビリー、飛行船は絶対に助ける。このまま僕たちと連絡を取り続けてくれ。後でそちらの助けが必要になるかもしれない。ああ、わかった。マスター、飛行船の軌道を割り出しました。飛行船は25分後にバレーツインズの上空15メートルを通過し、その後30秒でフォローと接触します。みんな急ぎましょう。ことになるなんて、ペース上げよっか。お兄ちゃん見て見て、敵のそばに鍵があるよ。扉の向こうに上層へと通じる裂け目を検出。そこが目的地だね。エレベーターを使えば素早く敵に接近できそうです。いいね、近くまで回り込んで不意打ちしちゃおう。マスター、地面にボロボロの新聞があります。手がかりになるかもしれません。
な理由により現在エレベーターは一方通行です。上層階に向かった後は引き返せません。エレベーターを起動しますか？気をつけてくれ。ビートのエーテリアさん、前より強力だ。皆様、ここはどうかお静かに。反乱軍の注意を引いてはなりません。準備完了。安心してください。どうぞ。いや、今回だけね。お使いいたします。どいて。流されろ。あら、行ってらっしゃい。了解。ただいま。掃除するから。来ますわ。じゃあね。かしこまりました。何だ。屋上へと通じるフォローの出口を検出。付近に熱源反応を検知。生物的特徴を照合。レインと見られます。レインだけど、たくさんの敵に囲まれてる。慎重にターゲットへと接近しましょう。消えたぞ。ここの照明、今日はなんだか調子が悪いな。まさか幽霊か何かの仕業か。敵はまだこちらに気づいていない。チャンスだ。敵襲だ。こいつらどこから置いて出てきた。早く隊長に通信を。通信させるわけないじゃん。じゃあね。そりゃ、敵は屋上を離れて撤退する準備をしていたようだ。彼らにとってのレイン様はすでに利用価値を失った様子。ならば
彼女に危害を加えることを警戒せねばなりません。情報を漏らしたか、突き止めろという雇い主の指示は。連中はもうすぐ追いつくだろう。どの道この足手まといを連れたままでは我々は逃げられん。雇い主の最優先事項は完了した。我々は金をもらって仕事をするのみ。これ以上命を懸けるのは損だ。何？こいつはエーテル侵食で死んだことにしておけばいい。悪く思うな。そもそも知るべきでないことに首を突っ込みすぎたお前自身の過ちだ。すぐ撤退だ。ライカンさん、追いかけた方がいいかしら。いいえ、今はレイン様と飛行船を救うことが先決です。レイン、大丈夫か？怖がらなくていい。もう大丈夫だ。僕たちはニコの友達で、君を助けに来た。君たち、本当に私を助けに来てくれたの？早くビルの屋上に行かないと。もう時間がない。四方府の飛行船が。今の音は上からでございます。どうやらそう簡単に幕を引かせてはもらえないようですね。隊長、時限爆弾は予定通り起爆しました。フォロー内構造の変化を検知し、屋上への通路消失を確認。人質を取り戻したところで、もはや飛行船は救えん。マスター、ビルの上層構造に明らかな変化を検知。屋上への最短ルートが無効になりました。彼らの仕業でしょう。人質を早々に諦めたのも道理。
すでに仕込みは済んでいたというわけですね。フェアリー、今すぐ屋上につながる他のルートを捜索してくれ。マスター、ビルの屋上につながるフォローの出口を検知しました。該当出口はバレーツインズ B 棟1階のロビーの付近にあります。予想される移動時間およそ7分ですが、高度侵食エリアを通過する必要があるため、危険度の高いエーテリアス個体に遭遇する可能性があります。実際の通過にかかる時間は予測不能です。憂慮は不要です、プロ騎士様。所詮はエーテリアス、ビクトリア火星を止めることなどできません。レイン様、身も心もお疲れであることは重々承知しております。ですが飛行船の件はあなた様にしかお願いできないのです。飛行船に制御を返すだけなら屋上へ行って妨害装置を取り除くだけでいいけど、反乱軍が言ってた、万全を期すために飛行船に乗ってる全員を眠らせたって。制御が戻ったとして誰が操縦してホローを避けるの？そこが困ったところだ。ビリーだけはまだ起きているけど、飛行船の操縦なんてきっとできない。プロ騎士様、レイン様が飛行船の制御を戻してくださるのであればそれで十分でございます。以降はビクトリア火星にお任せください。入手した情報によれば、飛行船はバレーツインズの上空からわずかのところをかすめるように飛ぶとのこと。操縦士がいないのであれば私が代わりを務めましょう。当初の出口は完全に崩壊。まったく、やってくれたものです。ですがプロ騎士様が別ルートを見つけてくださいました。でもB とロビーへの道にはエーテリアスがたくさんいるよ。私たちにお任せくださいまし。みんな頼んだよ。エネルギー補充したし、私も真面目にやろう。すればその分敵も見つけやすいよ。様の身のこなし、この雷管感服いたしました。
やっぱあんた少しはやるね。この先がB棟1階ロビーだよ。マスター、地面に新聞と思われる紙の残骸を発見。手書きで何かが書かれています。着いた。出口はあそこだ。突破の準備を。はい。これはどうも様子が。この音楽、まさかあの時の。まだご満足いただけていないご様子。何？姉妹とは。あの噂は本当だったのか。けどもう時間が。プロキシ様、ご心配なく。ビクトリア火星には十分すぎるくらいです。私たちの使命ですもの。まさかお二人こそがあの武闘家の姉妹様？ええ、いかにも武闘の心得がありそうです。ですが見とれている場合ではありませんね。ライデン、お願いします。じゃあね。エーテル活性上昇。敵が凶暴化している。気をつけて。感激だよ。お急ぎを。準備できますか？汚れを排除します。じっと見ないで。え、そりゃ準備できますか？油断は禁物。仰せのままに。アンナ、じっと。警告、まもなく飛行船がアレンツインズ上空に到達します。中空を開くとはなりません。任務続行。上。
飛行船がビルに近づいてるよ。店長、店長、俺はここだ。ビリー、飛行船の目標位置到着まで20秒。残り10秒。急げ、そろそろやべえぞ。店長、これでラストだぜ。お疲れ様。やっと全員運び出せた。ニコたちは大丈夫か？ご心配なく。強力な麻酔ですが、あと 2,3 時間もすれば目を覚まされるでしょう。ライカンさんたちには借りができたな。過分なお言葉です。私どもとしてもプロ騎士様という地位を得られ光栄の至りでございます。あなた様のご協力の甲斐あって私どもはご主人様の名誉をお守りすることができました。店長、治安局から連絡が来たぜ。救助隊と航空隊がこっちに向かってるってさ。ビリー、レインだけれど彼女はハッカーだし、脅されたとはいえ飛行船をハッキングしてしまったのは事実だ。治安局に捕まると面倒になる。先に僕たちとホローから脱出するよ。治安局の人が来たら何と言うかちゃんと分かっているだろう。俺は麻酔を吸わなかったから緊急事態に気づいて飛行船を操縦、ここに不時着させた。はあ、それにしてもよ、こんなことが起きちまってビジョンの裁判は予定通り進むのかね。まずは治安局がパールマン様を連れ戻すでしょうから、裁判は日を改めてとなる可能性が高いでしょうね。ビリー、ここは任せた。僕たちは行くよ。おお、店長たちも気をつけて帰るんだぜ。目覚めて今日のこと知ったらどんな顔すんのかな。ん？何の音だ。あ！パールマン！驚いただろう。前に麻酔銃で撃たれたおかげで今回は効き目が薄かったのだ。あの卑劣な連中め、私の要求を飲むふりをして最初から口封じのつもりだったわけか。もしまた治安局に連れ戻されてみろ、次は一晩だって生き延びられまい。こうなってしまってはもはや一分たりとも新エリートにはとどまってはおられん。
おはようお兄ちゃん。今日が何の日か覚えてるでしょ。覚えているとも。今日はレインに会う日だ。さすがレインだよね。あの記憶素子を渡してから何日も経ってないのにもう解読しちゃったんだから。反乱軍の奴らに仕返しされないように今はビクトリア火星が用意してくれたセーフハウスにいるって聞いたけど、うまくやれてるのかな。後でレインに会ったら近況を聞いてみよう。ああ、これで記憶阻止のことは一段落だとしても、パールマンが飛行船を奪って逃げちゃったのはな。ビジョンの裁判も延期せざるを得なくなっちゃったもんね。それにインターネットで見たんだけど、バレーツインズの買い手は結局ビルの購入を諦めて違約金を支払ったんだって。あの2体の変なエーテリアスのせいなのか、飛行船ハイジャックの現場ってことで無事基地がついちゃったからか、どっちかは分かんないけどね。ま、そんなことよりもレインに会いに行こう。後でクレタとグレースさんも来るみたいだし。店長さんたち、約束の時間より5分早かったね。レイン、最近はどうだい？ここ何日かずっと外に隠れてるんだ。でもビクトリア火星が面倒を見てくれてるから大丈夫。普通の生活に戻れるのもそう遠くないんじゃないかな。君たちのおかげで命拾いしたよ。二人とも本当なんてお礼したらいいか。いいのいいの、私たちが飛行船を救えたのはレインがあの場にいたおかげだもん。レイン、これは聞いていいかわからないんだけれど、どうして君はあんなことになってしまっていたんだ？他でもない君たちに聞かれたなら答えない理由はないね。
ある時、初めましての顧客から連絡があって、提示された報酬はすごく良かったけど、具体的な仕事はなかなか教えてくれなかったんだよね。それでしつこく聞いてたら、直接会って詳細をくれるって言うから、怪しいとは思いつつも、やっぱり報酬には逆らえなくてさ、それでつい飛びついちゃったわけ。なるほど。でもただで転ばないのがレインらしいね。人質になってるのにバレーツインズの屋上から SOS を出すなんてさ。まあ悪くない手だったかな。 SOS を出したのはバレたけど、おかげであいつらの雇い主は私が何を漏らしたか知りたがった。結果的に時間稼ぎになったからね。彼らの雇い主は誰だったんだ？私もよくわからない。あの場には姿を見せないまま、電話で何度か飛行船のことを指示してたくらい。でも聞こえてきた限りでは、あいつらが飛行船に手を出したのはパールマンを消すためだったみたい。あとはサクリファイスが何とかって言ってたくらい。サクリファイス？何それ？ごめん、それ以上のことは私も。あ、そうそう、これ君たちに頼まれてたやつ、もう解読できたよ。わあ、ありがとう。君たちは私の恩人なんだから、これくらいさせて。もちろんお金も取らないよ。早速この記憶素子を調べたいでしょ。今日はもう邪魔しないでおくよ。また来るね。次はビデオ屋のお客さんとして。うん、いつでもランダムプレイに来て。もちろん友達として来てくれるのも大歓迎だから。お兄ちゃん、クレタたちがもうすぐ来るかもだし帰ろっか。プロ騎士、お前らこの記憶素子を解読するためにまたとんでもねえことに巻き込まれたんだってな。当ててみよっか。ニコから聞いたんでしょ。まあ今回はジャトヤのみんなも危うしって感じだったからね。まあとにかく無事で何よりだ。最近この街もなんだかピリついてきたような気がすんだよな。私が四六時中あの化け物のことを考えてるからかもしんねえけどさ、ずっとこの記憶素子の中にあるもんが一刻も早く解読できたらって思ってたけど、いざその段になってみると緊張するもんだな。大丈夫さ、おちびちゃん。この中に入ってるどんなものと向き合うことになろうと、私たちが一緒だよ。うん、グレースさんの言う通りだよ。フェアリー、あとは任せていいかい？
かしこまりました、マスター。記憶阻止内部のデータを解析中。マスター、断片的な音声データが検出されました。システムのタイムスタンプは旧都陥落前日の夜です。音声データ？フェアリー、その音声再生できるかい？肯定。フェアリー、再生は任せた。音声を読み込み中、しばらくお待ちください。どうやら君たちを見くびっていたようだな。親父の声だ。怪我してる。落ち着いて、おちびちゃん。これはもう何年も前の録音だよ。どうやらホルスさんは誰かと話してるみたいだね。言ったはずだ。何も知らないふりをしろと。それが俺たち全員のためだと。俺は父親だ。あんな娘の命を脅かすようなもんを放っとくわけには。親父、バカ野郎。俺はもうじき、だから教えてくれ。モニュメントの中のあれは一体何なんだ。いいだろう、それが最後の願いなら聞いてやる。あれの名前はサクリファイス。なんだって？サクリファイス？お兄ちゃん、今サクリファイスって。バエトーン、急にどうしたんだ？二人して。今日、同じ言葉を聞いたばっかりなの。確かな筋から、飛行船を狙った奴らはパールマンの抹殺を企てていたと聞いた。奴らも口にしていたんだそうだ、サクリファイスと。はぁ？待てよ、なんで私たちが調べてることにあのクソったれのパールマンが絡んできやがる。クレタ、それ私も言おうと思ってたんだけど。でもパールマンは飛行船を奪った後行方不明なんでしょ？もう郊外に逃げてるんじゃ。向こうで何が起きているか情報を探ってみるしかなさそうだ。まさかガイド様が私たちと同じことをお調べになっているなんて。彼らはサクリファイスを知ってしまった。調査をこのまま続けさせて本当にいいの、ライカンさん？
構いません。ご主人様は計画を変更され、新たな指令をくださいました。彼らはもはや遠ざけられないが、我々の盟友となれるやもしれぬ。適切に導くように。Thank you.